サワディーカッ。ダジャハオ、チカです。はい、今回はですね、初心者のダイビング、あとはこれからダイビングを始めたい方々に向けて、この動画を作りたいなと思いまして、まだダイビングっていうことを、知らない方、あとスクーバーダイビング、これからやりたいんだけど、漠然的なイメージしか持ってない方だとか、まあそういう方々に向けて、ダイビングとは何かっていうのをちょっと説明したいと思います。僕は、パディのダイビングインストラクターで、2016年からこのダイビング業界のダイビングインストラクターの仕事をさせていただいてます。で、ダイビングの、まあ、拠点なのは今僕ここに住んでいるプーケット、あとはタイのタオ島っていうところですね。で、シミラン諸島で、あとはミャンマーまでも、僕ダイビングしに行きます。まあ、ダイビングとは何かで、スクーバーダイビングですね。皆さんイメージダイビングどんな感じかな。まあ、日本人の方で、まあ、テレビだとかドラマを見るとイメージすると海猿とかドラマ海猿ありましたよね。あとはアマちゃん、アマちゃんかな、なんかアマちゃんでこうヘルメットかぶってダイビングしてるとか、なんかそういうシーンがあったようなないような、ちょっと見たことないんで分かんないですけど、007、はい、007、ジェームズ・ボンド007、あれダイビングとかもよくやってますよね、シーンで、映画の中のシーンで。多分1980年代に彼女が水着に着替えたらっていう映画、多分小田裕二が出てたやつですかね。なんかそれでもダイビングの、ことも映画でやってたと思うんですよ。中でダイビングの種類が、あります。厳密にはで、僕らが、思っているスクーバーダイビング、やっているスクーバーダイビングはこれね、1つ目、レクリエーションダイビングと言います。で、このレクリエーションダイビングっていうのは何かというと、言葉は楽しいことを意味するんですよね。で、そのレクリエーションダイビングの目的が、楽しいこと、マリンスポーツのアクティビティ、これがレクリエーションダイビング、僕らが言うスクーバーダイビングの、定義とされています。で、まあこのレクリエーションダイビングをするにあたってやはりですね、一連の制限が設定されてますし、トレーニングが要求されて、あとは機材のね、使い方なども、必要になってきます。基本的にレクリエーションダイビングは、遊び目的、楽しいことを目的ということがされています。2つ目、これがですね、テクニカルダイビングと言います。で、テックダイブとも言いますね、訳してテックダイビング。で、テックダイビングは様々な機材と手順を用いてレクリエーションダイビングの限界を超えて潜るレジャースポーツになります。まあレクリエーションダイビングですね。まあレクリエーションダイビングより危険性が高いため、入念で集中的なトレーニングを受ける必要があり、まあ、豊富な経験と積極的にリスクを受け入れる意欲も要求される。レクリエーションダイビングと比べてテックダイビングははるかに、まあ、狭い層を対象とする活動。テックダイビング、例えば、水中にある鍾乳洞とか、あとはトンネルの中に入ったりとか、沈潜ですね。沈潜の中に入っていったりだとか、そういう、特別なダイビングをする人らはテックダイビングですね。あとは深いところの深度に行ったりとかね、水深40メートル、50メートル、60メートルっていうところでダイビングするのもこれテックダイビングと言います。3つ目ですね。はい、3つ目、次はですね、これがコマーシャルダイビングと言います。はい、コマーシャルダイビングの定義はですね、一般的に言われているのは、水中で手作業に従事するためのダイビングと定義することができますと言われています。で、コマーシャルダイビングは何かというと、水中の現場の作業員さん、だとか造船、船を作っているメンテナンスしたりだとか、あとは原子力とか海洋建築などの業種、水中の中でお仕事をする人ら、これをコマーシャルダイビングと言います。で、僕たちのレクリエーションダイビングとはまた違って、まあ、点検、修理、建設だとか洗浄などの作業を行う職業がコマーシャルダイビング。まあ、水中溶接とかもありますよね。橋を作ったりだとか、まあ、そういうのを、関わっている人らがコマーシャルダイバーと、言います。4つ目、次はですね、パブリックセーフティーダイビングですね。パブリックセーフティーダイバーとも言います。犯罪や事故に対して、実施されるダイビングと定義することができると言われています。で、大抵の場合は、まあ、警察官だとか、消防士、保安官だとか、まあ、救急救命士とかね、あと、海上自衛隊の人だったとか、で、海猿は、これは、パブリックセーフティーダイバーになります。で、こういう救急救命士だとか、
そういう人命救助に当たる人らだとか、あとは警察の方だとか、まあ、海の中に証拠があるとか、まあ、そういう方たちをパブリックセーフティダイバーと言います。5番目がミリタリーダイバーと言います。で、ミリタリーダイビングはですね、まあ、軍隊の特定の目的と目標を満たすためのダイビングと言われています。で、まあ、軍人もしくは戦闘を目的としたダイビング、これがね、ミリタリーダイビングになります。一つね、リクリエーションダイビング、テクニカルダイビング、あとコマーシャル、パブリック、ミリタリーありますけど、最後一つはこれフリーダイビングっていうのがありまして、これはね、スクーバダイビングじゃないんですよね。スクーバダイビングはタンク背負って機材背負いますよね。で、フリーダイビングは何も持っていかない、はい、水中の機材は一切ありません。あるのはマスクだけですね。おーっと、素潜りですね。これもアマチュアになるかな。はい。で、素潜りダイビング、これを、まあ、スポーツとかレジャー的な考えで言えばフリーダイビングっていうのもあります。例えば沖縄行ったりとか、ハワイ行った、グアム行ってダイビングした、こういうのは全て、レクリエーションダイビングになります。次は、ダイビングの団体っていうのがありまして、僕たちにもで、ダイビングの団体をちょっと紹介したいんですけど、世界中にはですね、ダイビングの団体はかなりの数あると思います。もちろん有名なものから、最近、できたものまであるんですけど、僕が、属しているこのダイビングの団体は何かと言いますと、パディと言います。この PADI って書いてるやつですね。はい。この PADI、多分世界中で一番、まあ、有名なダイビング団体。まあ、ダイビングしない方も、まあ、一回は聞いたことあるんじゃないかなっていう感じだと思うんですけど、これはパディと言います。日本ではその他は SSI、BSAC、ナウイだとか、あとクマスか、シーマスで、アイダとかあったりだとかで、このダイビング団体なんですけど、何がいいとか何が悪いとか、全くございません。で、そのショップが、属している団体、そこが例えばパディとしますよね。そしたら、そこでライセンスを取ればパディのダイバーにパディのダイバーになる。そこが SSI だとか、ナウイとか BSAC というね、団体であれば、そこで取った人らは、そのダイビングショップの属している団体のカードをいただきます。 BSAC だったら BSAC のカード、ナウイだったらナウイのダイバーになるっていうね、感じになります。どこが安いとかどこがいいとか、そういうのは関係ありません。で、このね、ダイビング団体もここがいいとかあれがいいとか、ってね、ダイビングする前に、決められる方もいらっしゃいますし、もう自分はどこでもいいわと思うのであれば、まあ、パディとかが、まあ、一番世界中どこ行っても、まあ、パディっていう名前は一番シェア率が多いと思うので、まあ、どこ行ってもダイビングができますし心配はないかと思います。はい。次はですね、ダイビング活動のレベル、っていうのをね、ちょっと皆さんに説明したいと思うんですけど、僕はパディのダイビングインストラクターなので、パディの、基準に沿った、まあ、ダイビングのことをちょっと説明したいと思います。で、ダイビングなんですけど、まず一つ目、これが体験ダイビング DSD と言います。で、この体験ダイビングは何かというと、ダイビングをしたことがない方とか初めての方、そういう方たちのために、1日でできる、これが体験ダイビングと言います。沖縄でもすごい多いですよね。時間がない方だとか、あとは、まあ、ちょっとだけ体験ダイビングちょろっとだけでいいわとか、まあ、旅行に行った現地先で、まあ、その中で午後だけちょっとダイビングしたいな、時間が空いたからちょっとダイビングしてみようかなとか、そういう方たちにね、さっとできるようなダイビング、これがね、体験ダイビングと言います。2つ目、次がオープンウォーターダイビングコース、はい、オープンウォーターダイバーですね、認定証というカードが、発行されます。こういうね、カード、これ僕なんですけど、これこういうカードが発行されます。で、このカードを使って世界中の海どこでもダイビングができるというのが、このカードを、取得した、後にできるダイビング活動です。で、このオープンウォーターダイバー何かというと、3日間あります。最低3日間必要になると思います。オープンウォーターダイバーになるためには、何をしないといけないかと言いますと、まずはこれ、はい、教科書があるんですよね。ブワーっと結構いっぱい、これはパディのやつなんですけど、まず学科があります。そしてプール講習もあります。で、プール講習、これは海でやる方もいますし、そのままプールでやる方もいます。海洋実習があると。
まあ現地先でダイビング3日間そのまま撮る方は結構多いですね。パリオープンウォーターダイバーなんですけど、基本的なエントリーレベルのプログラムになっています。でプロの直接的な監督として、潜れる最低限の資格認定を受けたばかりの初心者オープンウォーターダイバーは、かなり良好なコンディションの中で安全の範囲内で、まあ適度な深度まで潜ることが認められている。でこれがオープンウォーターダイビングで、オープンウォーターダイバーを撮るとその認定書で世界中の海どこでもダイビングができるっていうことがあります。で、このカードなんですけど、オープンウォーターからカードが、発行されますが、このカード今はですねもうカードっていうのは、なくて、一応 E カードになります。オンライン上のカードですね。これは何かと言いますと、ライセンスとかね免許証ではないんですよね。 C カードって言いまして、サティフィケーションカード。 C カードっていうものはこういうカードになります。なので、日本語に訳すと認定書と呼ばれています。でその団体によって、認定されているので、その認定書認定カードを、もらえると世界中の海どこでもダイビングができるということになります。で次のアドバンスダイバーっていうのは、一応オープンウォーターダイバーでは最大深度これぐらいですよっていうのが決められています。制限があって、でアドバンスになると最大深度を超えれるダイビングをできたりだとか、あとは、まあ、ご自身のダイビングの経験、知識、まあ、すぐに水に入る実践的なコースとして設計されているので、まあ、多くの人がオープンウォーターダイバーの認定を受けた後の最初のダイビングでアドバンスオープンウォーターダイバーのトレーニングを開始する。より広く深めていきましょうっていう目的、これがアドバンスオープンウォーターダイバーになります。その上がレスキューダイバーですね。はい。このレスキューダイバーは何かというと、それまでのトレーニングで習ったセルフレスキューと事故防止のスキルを広げる。様々な事故とシナリオを用いて、救助をシミュレーションしたりだとか、まあ、各個人のダイバーの能力、体力、限度に合わせて、まあ、スキルを練習したりとか、まあ、自分のトラブルだとか、まあ、海では結構トラブルあるかもしれないです。そのトラブルに対して冷静に対応できるかどうか、あとは、そのまま人に対してもトラブル、対応とかね、手助けしてあげることができる。これがね、レスキューダイバーになります。で、その上が、ダイブマスター。まあ、マスタースクーバーっていうね、アマチュアでの一番トップの、ランク、もしくは、プロに行く道の方もいます。これがダイブマスターと言います。パリダイブマスターは、リーダーシップレベルになります。で、認定ダイバーの活動を直接監督できたり、あとは生徒ダイバーを指導している、まあインストラクターのアシストをしたりだとか、まあそういう資格が得られます。で、まあこのダイブマスターから、一応プロという、名前がつきます。そして最後は、スクーバダイビングインストラクターになります。で、次はですね、まあダイビング、スクーバダイビングですね、するにあたって、結構質問がありまして、泳げなくても大丈夫ですか?というね、方がいらっしゃいます。これをね、泳げなくても大丈夫です。できます。はい、結構泳げない方でダイビングを、始められる方がいるんですけど、皆さんダイビングの泳ぐ時と、水泳とかで泳ぐのちょっと全然違うんですよね。なぜなら僕たちは、スクーバー機材を、つけてますし、あとはフィンもあります、なのでダイビングはガシ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 水泳みたいに泳ぐ、スポーツではありません。水中で息をするというね、水中で息をしているだけでできるマリンスポーツなので、まあ、リラックスが目的、リラックスをするのが目的の、マリンレジャースポーツになってますので、泳げなくても、大丈夫です。で、あとはサメが怖いとか、はい、言ってる方いらっしゃるんですけど、サメ、テレビの見過ぎです。はい、映画の見過ぎでサメが怖い。最初の方結構いますよね、サメのことを話すと、サメいるんですか?あのね、ジョーズの映画だとか、まあ、グレートホワイトシャークですよね、あのホウジロザメ、心配される方います。海イコールサメっていう方結構いらっしゃるんですけど、逆にそういうサメをダイビングで見れるとかなりラッキーになるかな、僕からしたらね。もちろんね、サメがいるところもいるんですけど、比較的サメなんかは、まあ、恥ずかしがり屋というかすごいシャイなので、ダイビング中見てもさーっと逃げていきますし、なので僕らが、一般的にするダイビングところでは、あんまりそういう人食いザメには会うことはないです。安心してください。次は、何歳から何歳までダイビングできるんですかって言われるんですけど、これは10歳から始めれます。10歳から何歳まで、健康であれば誰でもできます。はい、健康体であれば
誰でもスクーバーダイビングができます。パニックになりそう、あとは海が怖いとか水が怖い、まあそういう方でもダイビングできるかと、息ができるかなとか、そういう方が結構心配な方いらっしゃるんですけど、やっぱり始めるときは皆さん、まあ、慣れないっていうのがあります。でもやっていくうちに、慣れていく方も、ほとんどそうですかね、ほとんど慣れていく方がいらっしゃいますね。やっぱりですね、パニックになるとか水が怖いだとか海が怖いっていうのは結構先入観が、結構強くてですね、いざやってみるとなんかすんなりいけたとかいう方もいらっしゃいますし、水中世界にね、そのまま足を踏み入れるということは、まあ、今まで経験したことのないこう自分へのこうインパクトがすごいのかな。僕の時はそうでしたね。ダイビングした時はなんだこれはっていうね、ピーンとなんかこう弓矢で撃たれたような感覚でしたね。やばーっていう感じ。最初はですね、皆さんやっぱり心配なんですけど、やっていくにつれてやっぱ慣れていきますし、まあ、海が怖い、水が怖いってなっても、オープンウォーターコースやるときは、インストラクターと、まずプールで練習したり、あとは、学科一緒に勉強したりとかですね、もちろんテストもありますけど、で、そういう知識開発をしてから、ゆっくりその人に合わせてダイビングをしていくっていうことが、メインのコースになってるので、なのでまあ、最初海が怖いって言ってる方も、徐々に徐々に慣れていって、ダイビング、最後ですね、最終日には、ダイビング続けようかなっていう方が、たくさんそういう声をいただきます。はい。なのでまあ始める前はね不安だとしても、やっていくうちにだんだん慣れてきて、それがね不安から楽しさに変わっていくっていうのは、まあ、ダイビングの、かなりメリットかなと思います。で次は、費用なんですけど、ダイビングやっぱりね、イメージ的にダイビングってちょっとお高いんじゃないかな、値段が。僕も最初ですね、やる前は、ダイビングする前は、ダイビングってスクーバダイビング高いイメージあったんですね。なんかゴルフしている人とスクーバダイビングしている人はお金持ちみたいなイメージあったんですけど、今はですね、かなり、リーズナブルになってきていると思います。ダイビング、まず講習料金。最初オープンウォーターダイバーするときは講習の料金。ただレンタル機材代だとか、ただその C カードの申請料金だとか、まあその他もろもろ。で含めて大体まあ僕の意見ですね、僕個人的な意見で、まあ、その場所によっても違いますし、そのショップによっての値段も違うと思うんですけど、大体5万円前後ぐらいかなと思います。もちろん5万円を切るとこなんかいっぱいありますし、で日本の沖縄なんかやっぱりそのハイシーズンに行けばハイシーズンの値段になりますし、ローシーズンだと、そのちょっと値段が下がったローシーズンの値段なので、大体まあ5万円前後と思っていただけたらいいなと思います。まあ1人5万円前後ですね。で、まあその中にもまあ全部含めて講習料金とか申請料金、レンタル機材代とか、その他もろもろで5万円前後だと思っていただけたらいいかなと思います。まあね、そのダイビングする前に必ずねご自身でインターネットで調べてから、ダイビングのそのショップに、お問い合わせした方がいいかもしれないですね。まあどこでその C カード認定証を取得できるのかっていうのがあるんですけど、二つ、ざっと分かりで二つあります。一つは都市型ショップっていうことがあります。これ都市型ショップっていうのは、街の中にあるダイビングショップですね。仕事にされていて、お時間がない方は、平日は仕事して、まあ週末土曜日だとか日曜日に、そのショップ、ダイビングショップ行ってライセンスの、講習を受けると。でそれを、1週間2週間またいで3週間だとか分けていく。でそういうことも、できます。で都市型ショップは、なんでざっと言えば社会人サークルみたいな感じですかね。うん、そこに集まる人らで、そこで、交流を、深めれることができますし、友達ができます。ダイビングという、共通の趣味を通して、で友達もいっぱいできたりとか、それが都市型ショップのかなりメリットかなと思います。次はですね、二つ目は現地ダイビングサービスですね。これは現地にあるところ、例えば沖縄の現地だとか、僕がいるのはプーケット、もしくはタオ島、タイのタオ島だとか、その場所に行って、その場所にある現地のダイビングショップを通じてダイビングの講習をする。はい。その時は、1週間2週間かけるんじゃなくて時間かけられてますから、1週間旅行の、期限があるとしたら3日間ダイビングして、ライセンスを取得した。はい。その C カードを取得した後に2日間ファンダイビングっていうものがあります。これは何かというと、
そのライセンスを、ゲットできたらですね、ダイビングのガイドと一緒に水中ツアーを、一緒に魚を見に行くことができる。これがファンダイビングっていうんですけど、このファンダイビングを2日間できる。2日間して、だからそういうね、スケジュールでもできます。これが現地ダイビングショップ。で、行って、やっぱり現地ダイビングショップの方の方が、都市型ショップはずっと都市にいらっしゃるじゃないですか。現地ダイビングショップは、まあ、そのダイビング、その海に特化していて、やっぱり毎日潜ってますし、その海に関して、深い知識を持っている、潜る手順だとか、どういう危険性があるのか、その海に。とか、どういうトレンド、どういうものが見れるのか、まあ、そういう現地ダイビングサービスを利用される方ですね、結構いらっしゃいます。結構ファンダイビングで、行かれると現地ダイビングショップ、現地ダイビングサービスを使う方がほとんどじゃないかなと思うんですよね、まあ、僕からしたら。僕のダイビングサービスも、ご利用いただいております。ありがとうございますはい。で、あとはですね、もう一個はスポーツ施設ですね。で、これは何かというと、日本にスポーツ施設あるじゃないですか。何々クラブスポーツだとか、そういうスポーツ施設に、おじいちゃんおばあちゃんの、ダイビングサークル部みたいな、そういうのが、あったりします。はい。で、ごめんなさい、長くなりましたね。はい、長くなりましたが、で、まあ、私たちがですね、ダイビングする理由はですね、何かというと、人それぞれ違うと思うんですけど、やっぱりですね、水中世界、水中世界を、見てみたいっていうこともありますし、やっぱり神秘的な環境だとか、あとは冒険心や探検、ダイビングの友人がいっぱいできたりだとか、知り合いができたりだとか、で、友達のね、輪が広がるっていうのも、ダイビングをするメリットの一つでもあります。で、もちろんね、ダイビングするとお魚が好きだとか、まあもうね、理由を挙げるといっぱいいっぱい出てくるんですけど、まあ、現実では味わえない感覚だとか、そういう経験がスクーバーダイビングでは味わえて、なおかつ友達もできるし、人々との交流ですねができたりします。人生のバディをゲットしたっていう方も、いらっしゃいます。そして何歳になってもダイビング、このマリンレジャースポーツができる、おじいちゃんおばあちゃんになっても水中で呼吸をしているだけでダイビングができると。はい、もちろんその分危険じゃないんですかとか、水中危ないんじゃないですかって言いますけど、もちろんね、自分が安全にダイビングをすれば、安全の範囲内で、控えめに安全にダイビングをしていくと、そういう事故トラブルには、遭遇せずに楽しくダイビングができるっていうことがあります。今ざっと皆さんに説明させていただきましたけど、何がいいとか何が悪いとか、まあ、そういう意味は、全くなくてですね、もしね、ご自身でダイビングしたいのであれば、全然インターネットで、調べていただいて、ショップに直接コンタクトを取るっていうのが一番早いかなと思います。まあ、これからダイビングのこの人口、ダイビング人口が、増えていってほしいなと思いますし、もしね、プーケットに来ていただいたときは、まあ、僕に連絡くださいっていうことは、言いたいんですけど、まあそれでもね、まあ今コロナになって、やっぱりいろんなところにね、行く行動制限があったりしますし、まあ、日本国内の中でもこれから夏本番に向けて、やっぱりダイビングとかそういう海ですね、マリンレジャースポーツに触れる機会が増えてくるのかなと思いますので、まあ、何か新しいことを始めたい方は、まあダイビングを始めるのもいいきっかけかなと思います。はい。プーケットからダイビングインストラクターのチカでした。ありがとうございました。コップンカバイバーイ。では皆さん、水中で会いましょう。 See you。再见。